回から、はい、西尾誠トレーナーと、定期的に、技術解説みたいな、はい、動画の連載をさせてもらうと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に言うと、その西尾誠トレーナーは、その参加後のだいぶ後輩である、はい、次の日本チャンピオンになるであろう、はい、酒井選手の担当トレーナーをやられてるっていうことで、はいはい、その参加後はそのどうですか、やっぱ酒井選手には注目されてますか？申し訳ありませんが、あまり最近ボクシングを見てなかったもので。いや、もちろん。いや、とんでもないです。だから酒井選手には、日本チャンピオンになる前提でですね、日本チャンピオンにまたなってもらったら、はい、その、はい、まあ、いろいろ、まあ、日本チャンピオンになる前にも一度出てもらおうとは思ってるんですけど。ありがとうございます。はい、西尾トレーナーと、その、カドエビで、なんか、はい、その、トレーニング動画とかも撮ったりも、はい、させてもらえるっていうことなんですよね。あ、そうですね。一応、上の指示が OK であれば、問題ないかと思います。はい。わかりました。ちなみに、西尾トレーナーに、出場を願うことになった、はい、経緯なんですけど、はいはい、結局その参加王の高度なですね、はい、技術論とか理論にですね、はい、ついてこれずに文句言う方もいらっしゃるので、同じぐらいそのいろいろな高度なその現場で今も西尾トレーナープロにも教えてらっしゃるわけじゃないですか、はいはい、そういう、しかもその西尾トレーナーはそのアメリカやメキシコ、まあ言ってみればボクシングの本場って言ってもいいですよね。はいはい、あちらでもいろいろ経験を積んでいらっしゃった方なので、はい、そのいろんな別に、全部同調してくれとかそういうことじゃなくて、はいはい、いろんな理論を、教えていただけるんじゃないかっていうことで登場願ってます。はい、ありがとうございます。よろしいですか？はい、ありがとうございます。恥ずかしいですけど、はいはい、よろしくお願いします。ちょっとベラつきましたけど、すいませんけど軽く、はい、西尾さんの方から紹介していただいてよろしいですか？あ、皆さんはじめまして。カドエビボクシングジムで、トレーナーしてます西尾と申します。先ほどご紹介があったんですけど、まあトレーナー始めてまだ8年9年ぐらいなんですけど、まあ10年ならないぐらいなんですけど、アメリカとメキシコ、まあ、合わせて6、7、8回ほど、海外に留学して勉強させていただいてるんですけど、まあ、その経験をもとに今カドエビボクシングジムの、生徒たちを、育成してるって形になりますね。はい、で今に至ります。はい、簡単で申し訳ないですけど。あ、とんでもないです。はい、でちょっと、はい、今でちょっと参加を聞かせてもらいたいんですけどね。はい、西尾さんがまあアメリカとかメキシコで修行されたっていうのは、まあ、一種箔付けじゃないですけどあれなんでしょうけど、そのボクシングの本場とは言われてますけど、実際どうなんですかね、アメリカとかメキシコの方がすごかったりするんですか、それともなんか気休めみたいなもんなんですか？ですね、特にアメリカ、まあ、メキシコは私もあまりわからないところもあるんですけれども、はい、アメリカはもうとにかくスポーツ先進国なので、もうねトレーナーの知識が高い、うん、でまあ、ボクシングのトレーナーももうそういうフィットネス的なものを取り入れたりとかしていく技術っていうのはすごいもうあって、もうなんですかね、一般人ですらもうすごい日本の、うん、トレーナー、そのまあボクシングに限らないトレーナーって言われてる人たちの知識くらいあるぐらいはもうアメリカはもうスポーツやトレーニングに関する知識が高いので、はい、そういうところでの知識技術っていうのはもう必ず必要になってくるんじゃないかなと思いますよね。そうですね、それはもうおっしゃる通りですね。はい、ちなみに西尾さんあれ、はい、具体例で言うとアメリカとかメキシコにしかなくて、はい、日本にちょっと足りないなって思う、はい、そのトレーナーの環境とかその学ばなきゃいけないことみたいなのをちょっと教えていただいてもよろしいですか？そうですね、まあ、僕が一番思ったのはですね、行く前は行く前と行った後はまたこう考え自分が考えてたことが全く違うんですけど、やっぱ行く前はやっぱ向こうのボクシングとか、まあ、よくワウワウとかね、あ、これ入っていいんですかね、よくテレビで
あの世界タイトルマッチとかよく見てて、やっぱ技術がすごいな、まあ、それはもうもちろんテクニックもすごいし、パワーもすごいし、いやもう向こうの人たちはどんな練習してるんだろうなっていうのは一番あったんですけど、意外に向こうに行ってみると日本とはそんなに変わらずに、テクニック重視っていうよりもやっぱこの体をタフにするような練習をしてる練習が多くて、で向こうのトレーナーにもよく聞くとテクニックも大事だけどやっぱりボクシングなんで、例えばボクシングだったら10ラウンド12ラウンドがメインなんで、それを戦い抜けるまず体作りをしないとやっぱり上に上がれないので、まずはそのプロとして戦える体作りをしているのが結構メインでしたね。はい、参加王からとっても同じようなイメージですか？いや、私そのボクシング時代ですねに、はい、ロスにあの合宿に行ったことがあるんですけれども、はいはい、LA ボクシングジムでお世話になったんですけども、はいはい、そちらでやって、まあ、私の場合はなんかスタースパーリング目当てで行ったんで、いろんな選手を集めてもらって、はいはい、だったんですけど、その、まあ、スパーリングやってない時なんかは、まあ、いろんな選手の、ね、そのトレーニングとか見てましたけど、あのおっしゃったように特別テクニカルなすごいことをやってるわけじゃないんですよ。そうですね、なので、はい、ミットの打ち方なんかもやっぱ日本であの見るようなものをやってましたし、それで何がやったかっていうとやっぱり追い込んでたっていうのが、ね、はい、すごいやった気がして、はいはい、で結局何だったのかなと思ったら、やっぱりフィジカルの強さっていうのをすごい感じて帰ってきたっていうのが私の収穫だったっていうところが、はい、テクニック的なところでそんなに差はそんな差はないかなと思います、ね。特別すごいことやってるかなって言ったらそうでもなかったっていうのはそうでもないです、ね、ありましたね。はい、あ、じゃあこれ語弊がある言い方かもしれませんけど、はい、西尾さんはそのアメリカにもメキシコにも行かれて、はい、その得たものといえばその、はい、日本と変わらないぞっていう。そうですね。テクニック的にはそんなに変わらない感じします、ね。だからその経験としてはもちろんつきましたけど、はい、具体的に言っていたものはないなんていうイメージでいいんですか？そうですね。ああ、でもそういうことはない。得たものはすごく大きいんですけど、行く前と行った後ではやっぱこうボクシングに対する考え方がまた変わったような感じはしますね。はい、ちなみにそれ具体的にはどういうことですか？行く前は、まあ、先ほどおっしゃったんですけど、まあ、いろんなテクニックですかね。こうしたらこういうテクニックをしようとか、まあ、ミットの持ち方はこうやった方がうまくなるとか、まあ、選手としてはこういうジャブ打ったらこういう右を返そうとか左を返そうとか、そういうことばっかし考えてたんですけど、やっぱり帰ってくるとやっぱまずそういうことよりはまず体を鍛えて、まあ、鍛え方でもいろいろあると思うんですけど、例えば向こうが多いのはダンベルを持って10分間シャドウっていうんですけど、ずっとやってたりとか、そういうのをいろいろ体を鍛えるトレーニングばっかりやってたんで、はい、まあ、そういうのを取り入れようと思いましたね。はい、ちなみになんですけど、うちのチャンネルの方でボクサーにおいて、はい、まあ、その重要なのは、まあ、それどっちもだとしてもですね、はい、才能か努力か理論みたいなのを的にやらせていただいてるんですけど、はいはい、まず参加王に聞きたいんですけど、ボクサーじゃなくてですね、トレーナーはじゃあ才能ですか努力ですか、どっちが重要ですか？ボクサーもやっぱり一緒です。ボクサーもトレーナーもやっぱり身につける努力が必要なんですよ。でそこからひらめきの才能が必要なんですよ。そうですね、なので私が今やっぱりトレーナーとしてね、まあ、プロをね指導しているわけではないんですけれども、トレーナーというものをやって、はい、まあ、で結構もう結構7年経ちますね。まあ、現役、まあ、選手やりながら一般の方のトレーナーなんかされたりもしてたので、はい、なのでやってますけど、気づきがあるんですよね。そのトレーナーとしてミットを持っている、でその方にいいパンチいいキックを打たせたい、まあ、私キックボクシングになっちゃってたんで、はいはい、そういうものをやっていくときに気づきがあるんですよ。そのどういうふうに言ったら伝わるかなとか、ああ、こういう人だったら今なんかこうなんか変な動きしてるけどこうさせたらいいんじゃないかなっていう、はい、その一個人に対しての分析をしてあげられるトレーナーとかっていうのは勉強してそういう知識がついてるのもあるんですけど、そこに
一つの才能として気づきがなきゃダメだと思うんですよ。はいはいはい。なので努力はもちろんなんですけど、やっぱりそこに才能って欲しいですね。欲しいですね。才能は本当僕も一番欲しいな、だから選手と一緒だと思いますよ、そこは。はい、そうですね。はい、西尾さん今そうですねって了承してもらってたんですけど、はい、違和感は何もなかったですか？まあ、なかったですね。あとやっぱ三冠王がおっしゃった通り、あのひらめきっていうのは本当に非常に大事だなとは思います。ね、あ、実はその辺がちょっと分かりづらかったんですけど、西尾さん、はい、そのトレーナーにおけるひらめきっていうのは具体的にはどういうことなんですか？まあ、例えば選手を、まあ、ミットでも何でもいいんですけど、こうやって指導して、まあ、こういうことを教えてますと、でこういうことを教える中に選手と会話の中で、あ、こういうひらめきがあったんだっていうのを、まあ、対応力っていうですかね、そういうのが必要だなとは思いますけどね。あ、こういうやり方があるんだから、じゃあそういうやり方もやろうっていうとっさのひらめきだったりとか、はい、ちょっと伝わりづらかったと思うんですけど、なんか私的にあれ、はい、話させてもらうと、はい、例えば私だったら右ストレートが得意なんですけれども、はい、右ストレートもうバンバン打ち込んで練習してて、はい、でそれのトレをトレーナーともやって、はい、もっとこうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないって右ストレートをトレーニングしていったはずなのに、はい、左アッパーがうまく打てるようになったとかするんですよ。ああ、もうめちゃめちゃわかりますね。わかりますよね。なのでこういうそういうところをトレーナーがパッと気がついてあげて、あ、お前ちょっと今それでまま左アッパー打ってみろとか言えるトレーナーかどうかっていうのがすごい、これひらめきなんですよね。ひらめきです。右のトレーニングしたはずなのに左が上手くなってる、はい、あるんですよ、こういうことが、はい、それはもうめちゃめちゃ分かりますね。はい、そうなんですか。じゃああれですね、本来その自分としては西尾さんに、はい、そのこういっちゃあれですけど、西尾さんは現役の選手としては実績を残されてらっしゃらないじゃないですか。はい、そうですね、もう B 級、A 級やる前にもう辞めましたね、インタビュー。はい、だから、実はその期待としてはですね、はい、勝手に、トレーナーも努力があって、はい、が重要なんだって言ってもらえると思ったんですけど、はいはい、お二方とも才能だっておっしゃられるんで、じゃあもう才能ない人間は、はい、花から諦めろっていう結論で今回終わっても大丈夫なんですか？やっぱそういうことではないと思うんですけど、あのやっぱ努力あっての才能なんで、実は西尾さんにお願いしたいのもそこで、はい、才能ない人間が、いかに伸びていくかっていうような技術解説みたいなのも今後お願いしたいなと思ったんです。はいはい、ありがとうございます。それで、はい、2人にまず、西尾さんの主張でちょっとお伺いしたいんですけど、はいはい、西尾さんはまずあの基本をしっかり身につけさせると、そこまでは厳しくやりたいんだみたいなことをおっしゃってて、はいはい、その上でその選手の特徴を伸ばすっていうことをおっしゃってるんですね。はい、でまず三冠王に聞きたいんですけど、基本を身につけちゃったらそれですごい癖もそれでつくわけで、これね、後から特徴を伸ばすなんていうのは不可能っぽいんで、これは矛盾じゃないかなとも思っちゃうんですけど、どうですか？いやー、なんかいいですね、技術論いいですね。緊張してきました。私はそのなんて言ったらいいですかね、ボクシングの時の話だけさせてもらうと、はいはい、まあ普通に右のオーソックススタイルで、まあ左のジャブを打つ、ジャブも下から打つようなフリカーみたいなジャブをついて右ストレート打ち込むっていうスタイルを作ってたんですけれども、はいはい、それ以外ってほぼ無形なんですよ。何かがあったわけじゃないんですよ、形で。要はコンビネーション、ワンツースリー、ワンツースリーって打つような、ワンツースリーフォー打つようなコンビネーションって持ってなかったんですよ。はい、なので私はそれがいいと思ってるんです。無形がなんか自分にはあったんですよ。はい、で有形、あのちゃんとバンツ、ジャブ、ストレート、フック、ジャブ、ストレート、アッパー、はい、右のね、ストレート、フック、ストレートとかっていっぱいコンビネーションの形ってありますよね。はい、あります。それをいっぱい覚えさせて、その有形、形を作って攻めるっていうのもあるんですよ。それででも基本、はい、それって基本といえどもちょっと応用になっちゃうんですけども、そこの前の段階、はい、本当前のだって、本当にもう一発のパンチがしっかり打てるか、はい、っていうのが本当に私は基本だと思っていて、はい、トレーナーももしかしたらそうかもしれないんですけれども、はい、ほんとそこがもうちゃんと、はい、じゃあ右ストレートって言ってバチンって打てる、うん、左フックってバチンって打てるっていう選手たちを育てて
で、その後は自主性というか、自分のクリエイティブな発想でコンビネーションを組み立てたらいいんじゃないかなっていうのをおっしゃってるのかなと思うんです。そうですね。思ったんですけども、はいはい、もうちょっと付け加えさせていただくと、井上尚弥選手が、はいはい、私が見てて、もうものすごい選手なんです。まあ皆さん、皆さんものすごいですと思うと思うんですけども、はい、特別すごいことをしてないんですよ。そうなんです。本当に井上選手って基本のレベルがもうね、高すぎる。基本が高いからあれができるっていう印象しかなくて。そうですね、特別なコンビネーションを打ってるとかそういうことしてないんですよね。ボクシングでいうもうフットワーク、ポジショニングでパンチの正確さや強さっていう、はいはい、もうなんか本当基本っていうもので話ができるボクシングをしてらっしゃるので、はいはい、なのでなんか西尾トレーナーのおっしゃった基本をさえもうきっちり鍛えるっていう、はい、だからもう基本だけをもうレベルアップさせていくのが強さになっていくのかなっていうのは共感できますね、はい、あ、そうですね。僕もやっぱ思いますし、やっぱ海外行ってもやっぱ基本がもうすごく重要視されてたんで、でまあ基本あって上でカスタムしていくような形なんで、まあ自分に合ったカスタム、例えば基本ができてファイタースタイルだったり、基本ができて、フリッカースタイルだったりとかあるんで、やっぱ基本が一番重要じゃないかなと僕も思いましたね、はい、ちなみに基本っていうのは西尾トレーナーあれですか、その、はい、よくこれはもうちょっと大げさな話かもしれませんけど、はい、昭和のトレーナーとかが、はい、要はどんな人間も自分と同じ型にはめると、はい、古くで言うと、まあ、とにかくどんな人間もガードは、はい、両方とも上げろと、はいはい、アマボク出身から来たようなトレーナーはちょっとディスる意味も含めてそういうような主張もあったわけなんですけど、はい、正直、基本を身につけさせるっていうところには型に、押し込むっていう部分もやっぱりあるにはあるんですか。そうですね、やっぱ多少はあるんですけど、やっぱその例えばガードを上げろだけじゃなくて、そこ行くまでのステータスでまた違った練習したりはしますね。逆にガードが上がらない選手は逆にガードを避けて練習させたりとかもしますし、はい、まあ、いろんなやり方がありますね、はいはい、あ、じゃあ今の話だと基本がそもそもいくつもあるっていうことなんですか。そうですね、まあ、そのある程度のベースはあるんですけど、まあ、その人に形に合った多少なりのベースはあると思うね。例えば重心が前重心の人がいたりとか、後ろ重心の人が得意だったりとか、まあ、いろいろあるかと思うんで、まあ、そのバラン、その人に合ったベースに近づけながらやったりはしますけどね。なるほど、はい、いやちょっとこれ今回は最後にさせてもらうんですけど、教える立場として、基本に当てはめるのは分かったんですけど、その選手の特徴を伸ばすっていうことは、はい、まずその、はい、選手の特徴を見抜かなきゃいけないですよね、はい、その選手の特徴を見抜く方法みたいなのを具体的に、つずつお伺いして、はい、それで締めていただいていいですか。はい、はい、分かりました。あ、僕ですか、今ですか。あ、はい、僕からですか、見抜く。でも大丈夫です、はい、あ、じゃあ三冠王の方から。あ、私からじゃあ話しますね、はい、そうですね、見抜く、まず、はい、もう動かせる、動かせさせるんですよね、動かせる、はいはい、で、その時にどんな動きをしてるかっていうのにやってくるんでしょうけれども、はい、さっき西尾さんがおっしゃったように、はい、まあ、これも一つの例なんですけど、まあ、重心ですよね、はい、どっちに向けてるのかな、はい、で、本当に何もなければ大体の方が左足前へ出して、はい、ね、構えるんですけど、右足前へ出す方がいたらそこは強制しなくてもいいのかなっていうところがあって、そうですね、はい、こういうのがまず見抜くところだと思うんですよね、はい、でじゃあ今、まあ、左足前へ出して高速スタイルに構えたなと思ったのに、そこで大多数は右のパンチでもなんか強振してくるのかなと思いきや、いきなり左振ってきたとか、なんならそっちベースで組み立てていってあげてればいいね、基本を作ってあげればいいのかなとかいうふうに、まずは私だったら動きを適当に、お前の思ってるボクシングっていうのをやってみろっていうふうに、動かせばなんとなく分かりますね。そうですね、はい、あ、そうですね、なんとなく分かります。西尾トレーナーいかがでしょう。僕はまあ結構新人の4回戦ぐらいまでは
あの結構厳しくはするので、口も厳しいし、あ、自由にはさせるんですけど、まあ、その中でもやっぱ厳しくはさせるんですけど、まあ、最初は三冠王がおっしゃった通り、まあ、シャドウでもいいから動かせて、そこから、まあ、いいとこと訂正した方がいいとこを一個一個ピックアップしていって、まあ、それでコミュニケーション取りながら、あの、まあ、築き上げていく形ですかね、はい、で最初の初心者とかもう全く分かんない人は、逆にもう手をもうガードを、普通はガードから教えると思うんですけど、ガードをもうノーガードにさして、まずは左でもジャブでもワンツーでもまずノーガードでさせて、そこからあのガードを上げていく形にしていきますね、僕だと。わかりました。ということで、はい、今後は、はい、才能ない人間にも、どうやって技術を身につけたり、その技術はどういうバックボーンとか裏側があるのかっていうのを、はい、お二方に考察し、はい、していってもらおうと思ってます。ありがとうございます。はい、まあね、でもね、あれなんですよ、はいはい、才能が初めから分からないんですよ。そうです、ね、才能って、はいはい、こいつセンスあんなと思って全然伸びない人とかいますからね。いますね、はい、なので、はい、その才能がない人でもっていうのはね、語弊があるよ。そうですね。なるほど、分かりました。勉強していきます、はいはい、逆に、はい、才能ないなと思ってた人が急にめちゃめちゃ伸びて、ね、ありますよね。はい、はい、そういうことです。わかりました。じゃあその辺については次回以降またお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。